あっち側から歩いてくると橋があるので、そこで今渡るとこっち側に来れて、プールです。レインボープール、いやもう広そうですね。夏とかはオープンするのかな。一応7月の17から8月の29までオープンしてるっぽいです。めっちゃ広いわ。そうですね、7月17から8月29、9時半から4時です。こう今人が並んでるんですけど、そこがねまたパークトレイン乗り場になります。なんでここに乗って入り口に戻るとかね、そういう方法があるのかなと思います。あとこっちはまたね、まあアイスとか焼きそば、たこ焼きとかね、買えることができます。プールほんと広そうですね。こっちから見てもだいぶ、あっちはモニュメントプールとかいろんなねプールの種類があります。公園もこれもあったら楽しそうだわ。チケットはねやっぱ2日分のとかあるんで、やっぱそういう意味では2日間とかあってもいいのかもしれないですね。はい、こちらがね、池でね、ボートの乗り場となります。こんなにうじゃうじゃいるとは思わなかったです。あ、でもあれだ、あっちのボートタイプもあるし、こっちもありますね。うん、もう混み合ってぶつかりそうです。頑張ってください。こっちでね、買って食べてる人たちもいるし、ボート乗ってる人たちもいるし、チケット買ってる人たちもいます。ローボートと足漕ぎボートっていうんですね、サイクルボートです。金額はこちらになります。へい、あげいん、さくらさくら、あげいん。で、こっちで、そっち側が、バーベキューガーデンらしいです。今の時期はやってないっぽいですけどね、多分夏になったら多分バーベキューでジュージュー出ると思います。で、もうちょっとしたらかな、チューリップがすごいらしいです。あっちから来て、あ、遠目からチューリップだと思ったらですね、なんかボールでした。なんかそう、チューリップじゃなかったんですけど、ちょっとね、あっちとかあっちにねチューリップすごそうなんで、ちょっと見に行きたいと思います。また桜とかあって、まあなんかね、ほんともう並んで桜撮る人がいるぐらいです。でもうこっちはね、もう全部チューリップとかで、この人数一気に増えたわ。ボート乗ってる人よりも多いです。ここに分かりやすくチューリップガーデン公園散策マップっていうのがあって、いろいろとね、なんかカメラはどこへ撮るといいとかかな、書いてあります。休憩所の位置とかも、だったらすごい、花の桜が本日の桜とのコラボになります。これとかホワイトブラックっていう、では進んでいきます。大きいね。あ、香りがする。マスクしてた。うん、でも怖かったね。これとか多分まだ咲いてないんですね。ここら辺、ああ、もうすごいな。有名だったんですね、ここ多分チューリップ。私は来て、今日ここに来てやっと知りましたけど、こんな咲いてるなんて思わなかったですよ、チューリップって聞いて。すごい。人数もすごいけど、花見より多いんじゃないか。こことかだとまだ咲いてない、ちょっと暗い赤、赤なんてララララみたいな感じでね、何列もあって、こっち側から撮るのかあっちから撮るのどっちの方が綺麗かちょっと分かんないですけどね。いやでもここから撮るとそのね池前撮れるからやっぱ綺麗なのかな。もうほんとすごいわ。
日が当たってるとより綺麗ですね。天国みたいだな。ごめんね、言いなさい。ごめんね、言いなさい。天国そんな綺麗なの、花が咲いてんだ。みんなこっち見る。花が綺麗だな。このチューリップとか、すごい。ね、本当いろんな種類ありますな、花は。ね、でさ、決まった時期になったら毎年さ、しっかりさ、咲くんですよ。偉いよな、ね、ルーティン、ルーティン。こちらなんですけど、イエローダンスっていうね、名前だけあってね、広がっております。チューリップといったらイメージこうですけど、こちらは広がっております。赤、白、黄色、おお、歌にあるやつや。きっと続きもスタートもなんかあんま思い出せないけど、歌の赤、白、黄色みたいな部分もあった気がするな。こちらユニークってフランス、オフランスですね。なんかやっぱ優雅です。いやー、いい一日だ。桜も全部ここに散って、もう水が見えない状態なんでね、ここはまたそういういい写真が撮れるのかなという感じです。いや、楽しかった。チューリップ畑でいいか。